帰りなさいませ、ご主人様。関節キスをしてしまった。うかつだったうかつだったうかつだった。お帰りなさいませご主人様。やっぱりうまく笑えない。なんか嘘くさくなるんだよね。なんでだろう。他のみんなは可愛い笑顔をちゃんとできてるのに、口角が自然に上がってないのかな。確か口角を自然に上げられる言葉が、ウイスキー。ちょっと待ってて。なんで取った？もしもし、おまわりさん。本邦初公開チャイナ服。聞かないでよ。中華まんを売るならチャイナ服で売るのがいいって言ったのは高峰くんでしょうが。お帰りなさいませご主人様。コスプレ好きなのは十分分かったから、そろそろいい加減にしてくれない？本をおつねりしましょうかご主人様。このような感じでよろしいでしょうか。もうよろしいですかご主人様。それじゃあ行こうか。おう、うん、うん、全然違う。それじゃあ乾杯しよっか。お店がオープンしたことについてとか、予想以上に順調なスタートが切れたこととか、まあそこらへん。あ、バレンシアお願いします。あ、パイナップルを使ったカクテルお願いします。ねえ高峰くん、終電なくなっちゃったね。知ってる。変な期待するかなって思って。期待した？失礼しまーす。はあ、あったかーい。勝手にオンにしない。オフにしなさい。伝説的な将棋棋士がタイトル七冠独占を達成した日。そんな捨てられた子犬みたいな目で見なくても。チョコならさっき食べたでしょおじいちゃん。おかしいなあ、カレーの隠し味板チョコ入れておいたんだけど。いい、私が最後までやるから。ダメ、お座りハウス。ねえ、今日は帰りたくないかも。あれも、つまんないな。そんな見透かされるとさ。いらないわよ、水なんて。必要ない。親切装って、女の部屋に上がり込んで何するつもりなんだか。おまわりさーん。冗談冗談。それとこれとは全く別の話だと思うんだけど、その言い方は卑怯。本当に卑怯。うん、分かった。じゃあお願いします。
忘れてた。おやすみ。別に何も。高峰くんは悪くない。それ、そういうのが恥ずかしいって言ってるの。あんなの私のキャラじゃない。全然違う。忘れて、いいから忘れなさい。昨日の私のことは。手伝ってあげる。うん。でも、絶対だからね。お待たせいたしました、ご主人様。アールグレイです。はい、ご一緒に。萌え萌え、キュン。で、同窓会って何？一体どういうこと？バカなの？死ぬの？私に睨まれるの、好きなんでしょ？いきなりハーハーしてる人が入ってきたら普通は引く。わあ、面白いジョーク、笑える。朝からにやけた笑顔がキモい。いえ、素敵だから。むっつり、うっざ。おい、うん、バーカ。おい、ほっ、バーカ。何がどうなの？バカなの？は？バカなの？バカなの？おい。は？は？は？うるさいな。ご飯は我慢するしかないけど、それなら違うのが欲しい。今すぐ、ここで。いいから、こっちに来て、耳を貸して。いただきます。ごちそうさまでした。病室では静かに。すみません。まったく、若くて元気があるのはいいことだけどね。入院中ってこと忘れてない？これ以上は言わないけど、病室でそれより先に進んじゃダメよ。しません。